僕のマックスが31、2ぐらいだと思うんで。こんにちは。今日はですね、まあ、チームが4連休をくれたんですけど、その4連休の、まあ、4日目ということで、4日ベタ休みしちゃうとオフ明けの練習体全く動かないんですよ。まあ、これ多分あるあるなんですけど、なのでまあ、ほとんどの選手が何かしら体を動かしてると思うんですけど、で今日はサガン鳥栖の選手、自主トレでよく使ってる選手多いと思います。旭山に、はい、鳥栖市にある旭山に来ております。めちゃくちゃいいんですよ、この旭山って、トレーニングに、トレーニングに持ってこいで。で、先週堀米、堀と、登山に、湯布岳に登山に行ったんですけど、皆さん見てくれました。はい、ぜひ、見てない方は見てみてください。はい。で、京都戦にも勝ちましたので、まあ、ちょっと縁起を担いで、じゃないですけど、旭山、ちょっと行ってきたいと思います。車あそこなんですけど、ここトイレで。僕はシーズンオフ、まあ、12月今大体最終戦が終わって、で1月のまあ10日前後から大体どのチームも始動するとは思うんですけど、その時にまあ鳥栖にいる日はほぼほぼ来てますかね、ここは。で299段の階段がありまして、はい、そこを上り下りするんですけど、はい、見えてきました。これがですね、旭山の階段、サガン鳥栖の選手だったり、多分鳥栖近くの、ちょっと待って、やばい、公園内でスズメバチ多数目撃されています。十分気をつけてください。いや、それは怖いっす。どうしよう。こんな感じ。多分ね、鳥栖この近くの中学生高校生たちの、部活生たちのトレーニング場所にもよく使われてます。結構ねすれ違うんですよ、そういう子たちと。まあちょっととりあえずスズメバチ怖いですけど、行きますか。290段、行きます。明日もトレーニングありますし、久しぶりの旭山なので、まあ歩いて、まずはまあ一往復して、一往復というか、ここ階段の上りよりもそうなんですけど、さっきのね駐車場の方に回る、頂上まで行って、その駐車場の方に回るコースもありまして、初めはそこを一周してまた下に戻ってきて、あとは4往復上り下りをして、で最後にね展望台があるんですけど、その展望台から鳥栖市が一望できるので行ってみたいと思います。いや、久しぶりに来るとやっぱきついっすね。でもね、ここ本当にいい自主練場所なんですよ、本当に。もう今日は歩きだけにします。リハビリの選手とかもうよくここでトレーニングしてて、サガン鳥栖の SRO かな、 SRO 高橋よしきさん、2年前に引退されましたけど、よしきさんは J リーグの記録持ってるんですよ、1試合の走行距離の 14. 点何キロでね、もうちょっと異常なわけわかんない数字なんですけど、そのよしきさんの足腰を作ったのはこの旭山と言われてますから。でね、よしきさんもまだたまにここトレーニング来てるらしいですよ。僕は会ったことないですけど、
まあこの4連休しっかり休ませてもらったので、明日のトレーニングきつくないようにここはね登っといた方がいいですね。220段のところにウィントス君、まあ、僕の YouTube を見てる方はね、いつも酒飲んで、え、待って、いた、スズメバチいた、やばい、めっちゃ怖い、え、やばいやばいやばい、めちゃくちゃでかいやついた、え、待って、どうしよう、蝶々だ、これは蝶々、やばい、スズメバチいる、どうしよう。ちなみに今怖くてダッシュ上がってきちゃいましたけど、290段、1億、え、やばい、どうしよう、すげえ、しかも俺一人だから今刺されて倒れたら、すいません、失礼します。え、それで人いないのかな、スズメバチ危なくて。これが展望台です。あの最後に展望台からの景色はね見せたいなと思ってます。こうやって階段を降りなくてもちょっと緩やかな階段もあって、で、ここをね、下っていくとさっきの駐車場に戻るんですよ。この一周目だけは、ここから行きますか。外でね、話の途中でしたけど、僕の YouTube を見られている方は、お酒飲んで焚き火して、ピアノ弾いて、歌歌って、遊んだばっかじゃないかってね、思われる方いると思うんで、酒飲んで焚き火してピアノ弾いて歌歌ってるだけじゃねえんだよアピール動画です、これは。はい、今更ですけど、はい、サッカー選手もね大変なんですよ。はあ、スズメバチ、これどうしよう。え、今でもリハビリの選手たちもね先週ぐらい来てるって言ってたんですけど、どうしてんだろう。スズ、まあでも攻撃しなかったら刺されないか、スズメバチ怖いな、ちょっと怖いぞ。僕サッカー選手の中でも足遅いんですよ。ああ、足が速かったらね逃げ切れるんですけど、スズメバチってどれぐらいで、時速どれぐらいなんだろう。僕のマックスが31、2ぐらいだと思うんで。ここでびっくりすぎてうわって避けたらこれが吹っ飛んでて、携帯見つけらんなくて、今一回家帰って、あの iPad で音声鳴らして撮りました。このスズメバチが、こいつが俺を襲ってきたんですよ。とりあえずマジでよかったってありがとうございます。もう今日はやめて帰ります。これ袋マンに二重重ねで一回家帰って撮ってきました。これはあの鳥栖に住んでる友人が、あ、焼き人の店長の夫婦が持ってきてくれました。僕の遠くに飛んでなくてよかったね。いや、ほんとそう、雪の上に乗ってたんだね。携帯をなくしてから2時間だ、約2時間。いや、携帯がなくなるだけでこんなに
不安になるとは。2時間で解決してよかった、ね、いや本当ありがとうございます。ありがとうございます。本当奥だったらもう終わってたね。奥だったら終わってた。業者さんに頼むとこだったね。ああ業者さんにも連絡しないと。すいません解決ありがとうございました。やっぱり今携帯が見つかりましたけど、もうなくなったと思ってたから帰ろうと思ったんですけど、せっかく来てるし、まあ2時間ぐらいで、奥さんのおかげで、奥さんが iPad からだったら鳴らせるよ、マナーモードにしてたんですよ。マナーモードにしてたんで、電話しても鳴らなかったんですけど、iPad とね、共有されてるんで、iPad からだったら鳴らせるよってことで、iPad を鳴らしたら、もうほんと茂みの中にあって、ちょっとね、いやー、ほんと焦りました。でも、やっぱ、もう分かったんで、やっぱり帰らずに、もう一回、階段登って、旭山の展望台からの景色を、皆さんに見てもらいたいので、ちょっともう一回、階段登りに行きます。やっぱりプロサッカー選手として、プロの YouTuber として、中途半端で終わるわけにはいかないんで、もう一回山登りたいと思います。ただ、ずっとビデオを撮りっぱなしの蜂に襲われて投げちゃったから、充電がもうないんですけど、充電が持つ限り、撮っていきたいと思います。よし、リベンジ。ちょっと今起きたことをもう一回説明しますね。今僕携帯をジンバルにつけて撮影してたんですよ。一周目最後、まあ、一周してもうすぐ車だった時にスズメバチが顔の横にバッて来て、うわーってなって携帯をこうやったんですよ。あ、携帯っていうかこの持ってる手を。そしたら携帯がうわーってなってちょっと逃げて、この携帯をもう一回見ようとしたら携帯がなくて、携帯がこれジンバルだけあって、携帯飛んでて、え？って。で、震えまして、やばいやばいやばいって。で、もうね、周りが、雑木林っていう、なんて言うんだろう。ちょっと崖みたいにはなってるし、もう見つけらんないんですよ。で、10分15分ぐらい探したんだけど、ないから、もう一回家に帰って、奥さんにやばいっつって、どうすればいいんだってなって、ちょっと一回来てくれっていうことを言いまして、 DOD の袋マン、半袖半ズボンなんで、これだと蜂に刺されると思って、 DOD の袋マンを2つ重ね着して、真冬のキャンプ中に寒さ対策の袋マンを2枚重ねて持ってきて、で、そしたら次鍵忘れたんですよ。途中で旭山着く直前に気づいて、車の鍵と家の鍵くっつけてるんですけど、それを家に忘れて、ただ一回家に帰った時はエンジンつけっぱだったから車には乗れてて、家帰ったら、そしたらもう奥さん家出てて、やべえってなって旭山出して行って、で、旭山で奥さんと会った時に、鍵忘れたって言って、そしたら奥さんが調べててくれてて、 iPad だったら鳴らせるって、マナーモードにしてても。で、奥さんが家帰って iPad と鍵を持ってきてくれて、で、 iPad で鳴らしたら結構近めに落ちてました。近めに落ちたっていうか、後でもう一回通るんで、この辺におったっていうのを見せます。もうこんだけ登ってます。蜂には本当に気をつけましょう。そしてこういう時に人のありがたさを感じますね、困った時に。よし、もう二を含め
さっきここだよ、お賽銭。いつもリハビリの時だったり実習練の時はこの展望台、ちょっとまだ見せません。行きます。どうすか、あれ新都市駅です。あれ新都市で、僕らのホームスタジアムも見えますかね。アップ、アップ、アップ。あれが僕らのホームスタジアム。駅前不動産スタジアムですね。あそこで戦ってます。あっちの方行くと、佐賀市の方ですね。この辺でいい土地ないかな。ドッグラン付きの家を作りたいんですよ。焚き火とかバーベキューがいつでもできるような。なんかね、ここに来るとこの小さな町かもしれないけど代表してるチームで、鳥栖市を、佐賀県鳥栖市を代表するチームでサッカーやらせてもらってるんだなっていうのをね、なんか強く感じます。蜂には気をつけましょう皆さん。まさかの動画になってしまいましたが、リーグ戦もあと5試合ですけど、チームの力になれるように頑張ります。それではサッカー選手の自主トレの模様でした。ありがとうございました。待って、4匹になってる。この辺に、この中に落としちゃったんですよ。やばいっしょ、どんぐらい飛んでるかもわかんないから。怖すぎて。やばい、蜂が4匹になってる、どうしよう。この辺に落としたんですよ。この辺。